どうもシュートの太です。マサイ。シルク。モトキ。ザカオ。ダーマ。さあ本日ははい。僕の実家に来ております。久々。テンション上がるぜ。さあこのメンバーが集まったということは他でもございます。年末か。違う。まあそうだよ。年末ではないんですけど、ここでやってないことは確かにいくらかあるな。そう。あれは。っていうのをちょっと久々にやりたいと。はい。ということで、はい、やりましょう。んだほの実家でもやもやかくれんぼ。まあマジで100万まで確保してないんで今のところ積み立て式でございます、はい、そういつもの企画はフィッシャーズから出るんですけど、うん、これだけでは本当にガチで時期なんで、そうちゃんと罰ゲームだよね。普通に怖え怖えよ。なんなんこの企画は。本当に怖えよマジ。いやもやじゃないもん、絶望感ですよ。まあそんな感じで今日はダホ家の実家で、はい、もやもやかくれんぼやりたいと思います。はい、はい、ダホ会だな。そんな応援でございます。はい、ということは探す人は僕です。はい、はい、でもこんなこと言うのもなんかすげえ失礼な話なんだけど、隠れられるかな。あのですね、大変僕もそう思いましたよ。いやですよね。あの今まで隠れてきたお家広すぎる。確かに広かった。それはある。ちょっと間取りが広いと。まあこの家も自分家とかと比べたら結構広い方ではあるんですけど、なんせ物が多い。どう隠れるかっていうのはちょっと今想像してんだけど一向に思いつかない。で、なお父の部屋、あの仕事場なんでちょっとダメです。あー、わかりました。はいはい、逆にどこ隠れるか考えないと。うん、思いつかないでしょ。いや、思いつかないよ。本当の思いつかない。今回の隠れも多分パパパパパパって見つかると思う。誰がないって発表しなくても分かるだろうね。そうね。そうまあでも、あれだな、何番が罰ゲーム食らうかをまず決めとかないといけない。まあここはシンプルにいきましょう、今回。ダホ家編、もやもやかくれんぼ。本日の罰ゲーム順番は、2番と5番でいきましょう。もう一回ルールだけ説明すると、まあ、普通にかくれんぼやるんですけど、指定された順番で見つかったやつが罰ゲームです。うん、だから最後まで残っていればいいってことじゃない。そう。だから今2番と5番だから、2番と5番に見つかったやつは、まあ、10万円を払わなきゃいけない。えぐい。いや1ゲーム20万って考えるとやばいよね。やべえよ。やばい。暗黒ゲームだよ。暗黒ゲーム。しかもメンバー間でお金が移動するんじゃなくてどこかへ行ってしまうんだよ。世の中へ行くっていう。そこだな。で要するに1番隠れるのが上手い人となんだか分かんない2番目の人が罰ゲームです。そうだね。もやもやする人な。確かにもやもやする。じゃあ早速、まあ、みんなもなんとなく知り尽くしてると思うんですが、はい、もやもや隠れんぼやっていきましょう。はい、はい。もやもやかくれんぼ、はい、さあ10分間僕外出てるんで、はい、隠れてください。了解。それではスタート。はい、はいはい、最初のカメラだけ兄弟にやってもらいます。はい、ということで10分経ちましたので探していきましょう。まずは実家紹介からいきましょうか。じゃあ行きましょうか。なんだそれは。なんだあれ、ギターが立ってる。なんだお前。多分弟のやつですね。どうしますね。じゃあまずはね、こっちの手前のお部屋から行きましょうか。ダホ父の寝室でございます。まあ生活感がすごいですが、寝室でございます。ちっちゃい頃ここでよく寝てました。はい、そしてこちらの部屋ですね。ここが、はい、トイレです。すごいな、ここ久々に僕も来ましたが、無数の神たちが、シュ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 。でこっちがお風呂場でございます。はい、まあ、こちらもこんな感じで洗濯物だったりとか干してあったりとかしてますと。ここがいつもの年末年始とかに来る、まあ今っていうのかな、でございます。こんな感じで部屋が繰り広げられております。でまあ親父がその指輪職人だったりとかやってるんで、こういう機械とかが散らばってます。はい、じゃあこっち行きましょう。でここがキッチンです。まあ説明はいらないでしょ、ここも。最後こっちの部屋ですね。てかすごいね、メンバーよく隠れてんね。なんかここの試練全員入ってるとかあるんじゃね。ほんとそういうレベル。こっち、はい、来てください。はい、ここが、あ、すごいね、ほんとにいないじゃん。はい、ここが弟くんの部屋でございます。もともとここ僕と弟の部屋だったんですけど、僕がもう高校生の頃にはもう家出ちゃってたんで弟の部屋になってます。ざっと紹介終わったんですけど、すごいね、この家で隠れられるんだ。俺がびっくりしてるんだけど。じゃあ一回玄関行きますか。え、すごいじゃん、メンバーめっちゃすごいじゃん。でこっちの部屋が親父の職場というか工場なんで、ここだけはちょっと今回禁止です。え、めっちゃすごくない。びっくりしてんだけど。この家の中にメンバー5人が隠れていますと。ちょっとじゃあ早速探していきましょうか。いいね。いやだからここの家ももうほんと中学生の頃からみんな来たりとかしてたから詳しいはずなんだけど、
そんな隠れるとこあるかね。え、すげえ。ちょっと風呂場から行こうか。どうしようかな。こっから行こうかな。いや、もうここにいたら怖いんだけど。うん、すごいね。いや、でも多分だけど、いや、なんか早速見んの悪いのよね、ここ。ほら、ここ、この中、まあ、なんせ物が多いから物置とか絶対ないんですよね。いや、だからこそここなのかなって。さすがにここには一人いるでしょ。行きましょう。さあ、誰がいるかな。ドン。え、いないの。いないの、マジで。いないの。え、あ、いないんだ、本当に。いや、こっちとかも入れねえしな。すげえな、マジで。この辺も開けてみるか。ほら、ゴリゴリに薬箱なんだけど、本当にね、こういう感じでずっと物詰まっちゃってるんですよね。怖っ。俺もなんか久々に開けるから何が入ってるか分かんねえや。あ、本当に。え、めちゃくちゃ古いの出てきたよ。え、マジ。こソファーの中とかいないよね。あ、いないわ。いや、こっちでしょ、さすがに。いや、一人5人いるんでしょ、すごいね、マジで。え、ここか。ここにはいるだろう。待って、今見つけるつもりなかったんだけど、今ほら、なんかここがほら、ここ硬いよ、なんか。あ、いた、見つけた。くっそ、すげえだろ。すごいね。ということで、あと一人目。マジで。そう、俺か。俺絶対ここはラストの方だと思ってたわ。だが、俺のギターを廊下の真ん中に置くことでアートにする俺の作品は目か。俺だ。あ、すごいね。はい、ほら、懐かしいでしょ、あれ。ああ、懐かしいね。なんか髪生えてね。そうだ。君らがもう5年ぐらいここに置いとくから。そうだね。髪もいっちゃい生えちゃった。そうそうそう。ダイブロンゲですけど。ダイヤモンド床にそんぐらい生えてるけど。じゃあこっち行こうか。いや、あのね、本当にね、今日すごいよ。俺いないんだもん。君たちすごいね。俺は俺たちの凄さより、これこうするんだっていう凄さよ。これ壁張るんだって。本当だね。これ大体デスクの下とかにこうやって置いとくやつじゃないの。俺も初めて見たかもしれない。そんなとこに入れんだっていう。いや、多分この家みんな変わってんだよ。変わってる。いや、もう、いや、ここはこの家で唯一空いてる押し入れなんです、ここ、うん、もうここにあと4人隠れてると思ってる俺は。みんな仲良く。ほら、あ、いないの。ゲーム多すぎじゃない。ゲーム多すぎるし、このプーマのバッグそんな際なの。見たことないんだけど。本当だ。小4の夏から使ってる。そうなんだよね。めちゃくちゃ決まんない。あとスケッチしすぎ。大スケッチ。そうなんだよね。いないの。そしてちょっと反対側開けてみよう。はい、ここ開けましょう。せーの。当てつけ悪いんです。え、待って、本当にいないじゃん。え、すごいすごいすごい。ほら、いない。下？いや、いないもんね、下。めっちゃキャンプする気満々じゃん。お前、遊びすぎじゃない。いないんだ。え、怖。あ、ここか。ドン。いないや。待って、本当にいないじゃん。この裏とか本当にいいんだけど。おや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 、なんかいた。おや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 、なんか奥の島が多いよ。島が多いな。なんだあれは。おやおやおや、ぎゅー。はい、あ、どうも。中尾みっけー。いてーよ、ここ。見つけた。すごい、棚の中にいる。ここしかなかったよ。いや、すごい、さっき気づかなかったもん、全然。さっきめっちゃ怖かった。ほんだよね。中尾見つけちゃった。あ、そうだ、玄関これ見てないわ。はいはい。臭そうな靴がいっぱいありました。うん、やっぱここだと思う。ここならね、隠れられると思うんだ。あんまりちょっと親父の部屋だからそんなに捜索したくないんだけど。いや、創作のしかない。この人すごいでしょ。霊王とそぎ寝してんの。変わった前でしょ。変わってない。これマジでわかんない。え、なんだよ。すげえな。だってお湯とかもいないんだよ。ここ？ここ。はい。あ、懐かしい。すごい懐かしいの出てきたの。何これ？ラヒルのスポンジ、うん、こういう風に泡つけて一緒にお風呂洗ってたの。早く探してくれ。いや、なんか懐かしいものいっぱい出てきちゃってさ。待って、なんかいたんだけど。なんかいた、なんかいた、なんかいた。なんかいたよ、ほら。ほら、え？
はい、ダーマ見つけた。ケツが痛い。最初バレるかと思ったんだよ。出てきた。カッチコチお体。ちょっと待って、もう一回見ていい？さっきね、なんか音聞こえたんだよね、こっちから。なんかし、あ、開きが悪いんだよね、ここ。ほんとだ、開きが悪そう。そうなのね、開きがね。年季入ってるけど、ちょっとなんか、ね、俺が通れないんだよ、ほら。やっぱなんかいるよね、これね。なんかいそうだよね。俺閉じてると、ほら、わかんないね。うん、これ、はい、開けます。あれ、いなくね。あ、いた。ほら、見つけた。すごいよ。スクイーズか。あー、あたりじゃん。すごい、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 ちょっと出ちゃうよ、出ちゃうよ、出ちゃうよ、潰れちゃうよ、潰れちゃうよ、やばい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 。はい、なんかいろいろセーブ。そんなところに隠れてたの。俺もう序盤からスクイーズ食らってたの。ああ、そうだね。そうだね。部屋暗い状態、うん、で、この辺さすがにないだろってダブで開けてきたの。死ぬかと思って。うん、あとごめん、お借りしました。それ、親父の部屋着。そんな、お父ちゃんお借りしました、すみません。ここ、いやいや、いたとしたら潰すな。いないわ、まったにいないわ。めっちゃムカつく、なんでいないの。いや、ここだ。いや、でもここねえもんな、隠れる場所。ここじゃん、こんな感じ。いや、もうこの奥にもう一人いるとしか考えない。そう、だから同じ方に二人パターンだよね。もうここしかない。はい、元木見つけた。パンツがいっぱい出てきた。向こうなの、絶対めんどくさいじゃん。探したくないんだよ、俺そんなの。めんどくさいことされた。もうね、絶対ここしかないの。もうやだ、絶対そうだよ。ちょっと空いてるもん。大変なんだって、一個ずつどかすの。やってくれたな、元木。せーの。あかねし。もう、もう、もうめんどくさいって言ったじゃん。負けますね。はい。待って、そうでしょ。いなかった。そうでしょ。一番めんどくさい。いないのが一番めんどくさいね。いないね。現状復帰しないと後で俺が怒られるんだから。あとすごいね、俺分かったわ、もう元気いるとこ。なんかね、息がする、こっちから今度。なんかね、こんだけ汗かいて、こんだけ埃にまみれて、なんかしょうもないとこにいたわ。嘘、絶対ここだわ。もうここ絶対。はい、嘘でしょ。いないじゃん。あれ、待って、何の今息がしたの。息したんだって、この奥から。お休みマンじゃねえか、お前。お休みマン息してんじゃん。お休み、いや待って、今したよ、カシャカシャって言ったのよ。あれだ、弟が外で待機してんだ。いや、さすがにいないだろ。バン、いたーっていうのやりたすぎて、もう3回ぐらいその下り今やってんの。もういい加減嫌なんだけど。一回後回し、ごめん。何、全部もう無理。ここは本当にどこ行ったんだ。は、見つけないと終わらないっすか。終わらないじゃん。俺がモヤモヤしちゃってんじゃん。なんだろう、あいつ。ダメなんだ俺、こういうのすぐクリアできないタイプのやつ。いねえし。だんだんイライラしてる。さらす側がイライラするのさ。なんだよ、なんでいねえんだよ。おかしいだろ、ほら。やっぱここじゃない。うん、ほら。めっちゃイライラしてる。ほらほら、ほらほら、映ったら出てくんだよ、ほら。え、待って、本当にいないじゃん。ほら、こ、ああああ、いた。いた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 、ちょっと嬉しい。どうしたの。どうしたのじゃねえよ。全然いねえじゃん、お前。いや、俺最初さ、めちゃくちゃ考える人みたいになって待ってたんだけど、足がしびれてきちゃって、もう動画見てたわ。お前、ありがとうな、見つけてくれて。俺が、俺のセリフだわ。はい、ということで全員見つかりました。ということで、じゃあ捕まった人順から1番目から発表いたしましょう。はい、今回アウトが2番目と5番目ということで、はい、最初に捕まった方はシルクロード。はい、私でございます。おー、珍しい、初めてじゃん。初めて、初めてのパターン。セーフです。セーフだね。はい、ということで、どうしようかな、2番目いっちゃいましょうか。はいはい、残念ながら2番目に見つかったのはザカオです。さあ、俺のまとまりだからね。まとまりだからね。そうなんだ。向かい側だったもんね。そう、ファミマかってぐらいの見つかり。ザカオくんには10万円。重くのしかたります。
この間自由でも失ってるから。そうだそうだそうだ。ということで3番目ははい、ダーマくんです。おお、ダーマ。ダーマはね、変なとこ隠れてた。洗面所の鏡の下の棚開けたんだよ、うん、でなんか開けてなんか「とかかりゃいいですね」みたいに言って、なんか俺の足に引っかかってるんですよ。お前の足なんだ。怖っ。ここから4番、5番と発表しますが、ね、今日は5番目がアウトでございます。はい、そうだな。ということで4番目から発表いたします。はい、はい、政府の4番目に見つかった方は、マサイです。いや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 、それはそうだろうってな。10万の蓋大きいべ。かくぐれた場所がドアの裏。そう、部屋入るたんびにね、ちょっと圧迫される。肩で行かないとこの映像開かないんだよ。いや、ほんとに洋画劇場じゃねえだろ。ということで、なんと一番隠れるのが上手だったのに罰ゲームになる方は、はい、もとき君でございます。おめでとう。やったわ。これ最後ほんと元気だけずっと見つからなかった。そうだからさ、うなほがいきり立ってる声だけ聞こえんのよ。勝利宣言3回ぐらいされてんの。もうここしかいないよ。バーン、いないじゃん。俺ここだよみたいな。いや、面白かったわ。今回の罰ゲームの人は2名で、ザカオくんと元木くんでございます。はい、何の拍手なの前から。もやもやする。結構ちゃんと隠れられたな。あ、そう、確かに。絶対無理だなと思う。いや、だからここ行ければ全部行けるもん。あ、まあ確かに確かに。いや、確かにも失礼な話だけど、ダホチチバッと押すかもしれない。動画見てくれてありがとう。セグンビツイッター、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので、たぶんに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。